皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義太郎です。ちょっとですね、ヤフーニュースの方で非常に興味深い記事がありましたので、まあそちらのことについてね、説明させていただきます。情報のソースのアドレスは載せさせていただきますけど、ちょっと期限切れになっていたらちょっと、ごめんなさいということで、ご了承ください。内容ですけれども、教科書通りに、書けないとダメな学校という内容です。つまりですね、小学校に入ります。で、小学校に入るとまずひらがなを習います。ひらがなを習って、その後、カタカナを習って、その後漢字を、まあ、だんだん優しいものから順に習っていきます。で、例えばプールってあるじゃないですか、泳ぐプール。で、プールって例えば先生がプールというのを書きなさいと入りたての小学1年生の子に言ったと。で、正直な話、小学校入ったばっかりの子でも、プールってカタカナで書ける子っていますよね。で、私も、書けました。で、なんで書けたかっていうのを覚えてるかっていうと、幼稚園の時に、その幼稚園の先生が教えてくれたんですね、カタカナの書き方。よく間違いそうな、んと、そ、の、書き方の違いとか、し、と、つの書き方は違うんだよということを丁寧に教えていただいたのを今でも覚えているので、だからカタカナは一通り書けたというのは覚えてます。だからプールって書ける子絶対いますよね、今でも。あとは小学校入る前から、例えばアンパンマンとかドラえもんとか見てるとカタカナ書けちゃいますよね。うん、じゃあそれでいいんじゃないかって思うじゃないですか。まあ私は思うんですよ。プールってカタカナで書ける。ね。もう小学校入る前から書ける。結構なことじゃないかと思うんですけど、カタカナで、小学校1年生の入りたての子が、カタカナでプールって書いたら、罰なんです。罰。なんでか。習ってないから。ね。習ってない。あとは、そのプールとこれを書いても、他の友達が読めないから、罰なんです。罰。丸じゃなくて罰だそうです。びっくりするんですけど、ちなみにプールってこの横棒が入ったバージョン、ひらがなのプと横棒とる、ひらがなのる、これも×なんでかっていうと、この横棒はカタカナだからだそうです。でもまあこういう表記ってするといえばするよねっていうことなので、ちょっとあまりにも柔軟性がないなと。だから小学校入りたての子はプールって書かないと丸がもらえないっていう、明らかに、このひらがなだけのプールって、我々大人使いますかっていう。だからあまりにも非現実的である。これをわざわざ覚えないといけないというのは、あまりにも現実的ではない。うん。ちょっと驚きました。まあ、全部の小学校がそうだとは、もちろん、思いたくはないんですけれども、しかも私が小学校1年生の時は、こういう教育は受けてなかったんですけれども、まあ、そういう小学校があるのは間違いないそうです。ちょっと驚きました。あとは名前ですね。例えば、田中幸子さんという子がいたとしましょう。正直、自分の名前ぐらいだったら、もう、小学校入る前から漢字で書けるっていう子は、結構いると思います。結構。私も高橋義太郎という名前は難しいけども書けました。で、これもなんでちゃんと書けたか読めたかっていう自信があるかっていうと、ただっていう字は箱構え、医者の医の箱構えに中が王様の王なんですね。で、中が王様の王なんですけど、よく今でもそうなんですけど、間違って玉、王じゃなくて玉って付けられることがよくあるんですね。で、小学校1年生の時の運動会終わりました。で、賞状もらうんですよ。賞状もらった時にそのただの字が玉になってて、ああまた間違えられたというのを覚えてるんですよ。まあだから今でも名前を一発で読んでもらえないとか、漢字を書き間違って渡されるとか、それはもう何とも思わないです。まあまあしょうがないよねっていうふうに今でも思うんですけども、だから小学校入る前から自分の名前を漢字で書けていたということは覚えてます。で、私だけじゃなくて、今の子供たちでも小学校入る前から自分の名前を漢字で書けるという子結構いると思うんですけど、それもダメ。ね。田中幸子とこう書いちゃダメ。だからひらがなで書かなくちゃいけない。しかもその後漢字も、先生が教えたものだけしか書いちゃダメっていう順番らしいです。
もうすごいなと、ね、特にこんな書き方する方がなんか面倒くさいという感じがするんですけれども、ダメと、うん、で、このことを、このニュースを聞いてね、私に感じたことは、本当に言われた通りしか今の学校というのは許されないんだなということです、ね、だから教えてもらったこと以外のことを極端に勉強しちゃいけないという、余計なことはするなという教育をしているってことですね。で、こういうのを、小中高あるいは大学はまあ研究っていうのがまた違うかもしれませんけども、まあ約10年間ですね、そういう教育を受けたらどういう子になるか、うん、もう挑戦しない人生歩むようになりますね。あとはまた怒られるんじゃないかということで、人の目を気にしすぎる人生、よく私はこう見えない檻ができるっていうことを言うんですね。見えない檻ができる。だから、最初はある動物がいて、物理的な檻がある。それで出れない。で、ある日その檻を取っ払ったとしても、その動物は逃げようとしないっていう例えがあるんですね。それはもう、なんか逃げれないっていう経験があるから、どうせ抵抗しても無駄だって思うから、目の前から檻がなくなっても逃げようとしないっていう、それがまあ我々日本人にはあるんじゃないかと。だからそういう子供の時の経験でもう挑戦しようともしない、誰からも止められていないのに、特に大人になったら誰からも止められていないのに挑戦しようともしない、誰も怒ったりしないのにまた怒られるんじゃないかって勝手に思って、その幼少期に怒られた経験をもとにね、それで、挑戦しないとか人の目を気に、しすぎて何もしないというようなこう人生をこう歩んでいくんじゃないかなと。で、結局こういいから余計なことをするなと、言われたことだけをねしてればいいんだと、ね、言われたことを言われた順番にすればいいんだと、ね、小学校入る前はもうカタカナなんかやんなくていいんだとかね、例えば、うん、算数で言えば小学生だったらマイナスの数の計算なんか知らなくてもいいんだとね、それ中学校でやるからいいんだというような感じ、中学生が微分積分なんかしなくたっていいんだ、それは高校でやるからとね、すごく得意な子であってもそれを止められてしまうというような感じですね。で、結局は言われたことだけをする、これは会社では通用するんですね。会社では余計なこと しない方がいいですから、言われたことだけしなさいということになりますから、まあ結局私別の動画でも上げましたけども、学校はなぜできたかというと、まあ兵士を養成するため、あとは工場で働く人を養成するため、これが元々の始まりだったわけです。それが今では会社人間を作る、従業員ですね、会社人間を作るための機関というので引き継がれている。だからこれがもうもろに、この教え方がもろにこう出ているなという感じがしました。で、こういうことをすると結局先の先の勉強をしなくなる、ね、例えば数学が得意な子がもう中学校の段階から微分積分を自主的に勉強するのは私は構わないと思うんですよ、好きだったら、ね、うん、いいんじゃないかと。そうすればその子が突出した、ね、数学の才能を持って将来何かで才能を、そういう例えば数学ですごいことをやってくれるかもしれない、それが回り回ってこう人の役に立つかもしれない、ね、何か発見したり発明したりとか、ね、ものづくりもそうですね、何かすごいものを発見発明してくれるかもしれない、ね、いうことがあるかもしれないのに、こういう言われたこと以上はやるなという、ね、教育を受けてたら突出した才能は生まれないということになります。で、まあ言われたことだけをするとか突出した才能が生まれない、ね、もちろん学校というのは皆一様にある一定の学力が身につくという意味では、一定の効果を発揮していると思います。つまりね、今の日本では誰でもまあ一通り字が書ける、本が読める、ね、言葉が話せる、これは江戸時代ではそういうことはなかったですね。識字率も 100% ではなかった。ね。いうことがあるので、やっぱりみんながある一定の能力を備えられるようになったというのは学校の、一定の成果だと思うんですけれども、とは言っても一方で、勉強する範囲を制限しているのであれば、突出才能は生まれないと。
これ昔昭和の時代の日本だったら良かったんですよ。つまり言われたことだけをする、あの会社に言われたことだけをして一生懸命働いていれば、まあお給料とかね、一生安泰に暮らせた、年金も確実にもらえた。そして日本全体の産業もそれで盛り上がっていったね、世界に誇れる産業ね、世界のトップ50をしっかり占めるような、産業として成長していたのですが、今はその言われたことだけをやっていても、終身雇用も崩壊していますね、年金も、それほど、満足した額はもらえないということなので、その言われたことだけをやっていても、まあそういう金銭的な面一つとっても幸せな人生かなというのは非常に疑問が残る。そして会社全体も産業も発展性がない、ね、新しいアイデアが生まれないですから発展性がない。そして世界の、まあ企業に追い越されて、今では世界のトップに残っているのはトヨタだけという非常にこう厳しい現実がこうあるわけです。うん、だから今のままでは日本人個人個人もそうだし、日本全体も、まあ、衰退の方向に向かっているということが考えられます。で、私、まあ、やっぱりこういう件を聞いて思ったのは、やはりこう例えばそういう勉強する範囲を拘束するとかね、例えば小学校入る前はカタカナを習っちゃダメって言ってるようなものですよね。そういうふうに勉強の拘束範囲を減らすということは、まあやめた方がいいんじゃないかなというふうに思うのですが、まあなかなか、明日明後日に変わるということはなさそうです。個人的にはもう、あまりにも今ね、勉強させることが多すぎる。そして、挑戦しようにも、自分が何が好きかとか何に向いてるかというのを見つけられない。そしてそれに打ち込む時間も今あまりにもなさすぎる。なんか小学生とかもすごく今宿題の量が多くて、友達と遊ぶ時間もろくにないという話も聞いていますので、それではこう自分がどういう人間かというのもわからないまま大きくなってしまうということがあるので、本当ならば宿題を当然今よりも減らす、できることは授業も多すぎです。もう小中高すべて午前授業で私はいいんじゃないかなと。で、最低限のことだけ教えるというふうにして、よりね、自分で、自分の課題を見つける、自分の打ち込むことを見つける、自分の人生の目標を見つけるために自由な時間を与えるということが必要だと私は思うんですけれども、まあそうは言っても明日明後日に学校は変わりそうにないので、もう各個人で意識して行動して、まあ学校に全てを頼り切るというのはやめて、できるだけ学校に頼らず自立した生き方というのをできるだけね、早くできることの、学生のうちからそうした方がいいのではないかなというふうに私としては思います。もし私がもう一回学生として戻るのであれば、本当に毎日学校に行くかなということも、非常にこう疑問です。うん、今だったらやりたいことはっきりありますから、ギターをやりたいとかエルモをやりたいとか、ランニングをしたいとか数学をしっかり打ち込みたいとかありますから、そのためにはもう例えば数学で言ったら別にいちいち学校の先生の説明聞かなくてももう教科書ぐらいのことが分かりますから、だったらそれ聞いてる時間もったいないから家で、参考書買って勉強したいっていうのはありますから、だからこう学校に頼り切る生き方というのはどうなのかなと、ね、だからまあ何か打ち込むことがあるんだったら別に学校に本当に行く必要があるのかというのを今の時代はね思ってしまいます。もちろんこう何をやっていいかもわからないと、で何かの能力を身につけたいというのであればこう学校というのは行く意味あるかもしれないんですけど、もう何か打ち込むものがもうあるのであれば、うん、本当に学校にこうずっと行く必要があるのかなというのをこのニュースを見てねちょっと考えてしまいました。皆さんはどうねお考えでしょうか。参考になれば幸いです。それではさようなら。